車っていうのは手足の延長線上にあるもんだっていうふうに思えるような間柄なんですよ。これが神保一体の神社なんですよ。車とドライバーの間にもその関係を作ろうと。なぜそうしたいかというと、思い通りに動く楽しさなんですよ。